日本の皆さん、どうもこんにちは。名古屋弁でジャズギター講座の時間でやっていこうまいということで、今日も早速やっていこうまいということで、今日はそうです、ジャズスタンダードオンザグリーンドルフィンストリートのメロディーオクターブでやっていきたいと思います。ということで、オンザグリーンドルフィンストリート、ジャズの、セッションねとかライブでも皆さんよくやる有名な曲ですね。で、こちらはすごいメロディーとコード進行が綺麗で、僕も大好きな、スタンダードの一つになります。で、前回メロディーやりました。低いポジション、高いポジション、でこの低いポジションと高いポジションがキーになってきますので、もしまだ見てないよって方はぜひぜひ見ていただければと思います。では、まず最初にオクターブ奏法ってなんだ、まだわからない人のためにちょっと説明をしますと、E フラットメジャースケールあるね、このドとド、まずこれオクターブって言います。低い音と高い音でね、合わせる。で、これを一緒に弾くこと、オクターブ奏法で、ギターの場合ここに間に弦があるので、それを弾かないように人差し指の腹でちょっと押さえて鳴らないようにしてあげる。で、ワンストロークでやる。これはウェス・モンゴメリーのやり方、というものがオクターブ奏法になります。で、実はオクターブ奏法って2つ見方があるんですよ。で、ウェス・モンゴメリーはこの下を見て弾いてると言われます。で、ジョージ・ベンソンはこの上を見て弾いてると言われます。それによって意識をしているポイントが違うので、下を見て弾く場合は低い音が良くなると言われます。で、高いとこ見る場合は高いとこが鳴ってるので、高いところのが若干目立ちます。コードを弾いてるような感じになります。僕もどっちかっていうと高い方を見て弾きがちになるんですね。でも、ちょっとウェス・モンゴメリーを見習って低いとこを、注目して今日はやっていきたいと思います。ということで、早速オクターブ奏法で弾いたメロディー見てみてください。こんな感じであります。で、このグリーンドルフィンストリート、シングルノートで弾くよりオクターブで弾いた方が僕はすごいかっこいいと思います。なので、ぜひぜひオクターブ奏法を身につけていただければと思います。で、コード進行まだわかんないよっていう方のために軽くおさらいしていきたいと思います。 ABAB という感じのやつ、アベアベね、知らないけど。で、最初 E フラットメジャー 1,2,3,4 で G フラットメジャー行って F7 行って E メジャー行って E フラットメジャー行って、で、ブリッジに行くよって Gm7 行って、で、ブリッジね、 Fm 行って Bb7 行って Bb行って Bb行って、で、ね、Am7 行って Db7 行って Gb行ってという感じで、また A に戻ります。で、最後の、ブリッジね、 Fm 行って E の Fm ベースね、で Dm7 フラット5で G7 行って Cm 行って Cm オン B フラット行って Am7 フラット5で D7 行って、3625ね、 Gm7C7Fm7Bb7 という感じになります。というわけで、早速オクターブでメロディーやっていきたいと思います。で、最初メロディー 3, 4,
フォー、ワン、ツーだったね。これにオクターブ合わせる。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、うん、ワン、ツー、スリー、フォーだね。だったね。で、なのでここ F7、ここ見ながらオクターブ合わせて、ね、ちょっと見にくいんだけども、ここ入れて、でこの後もね、ね、でこっちメロディーいってもいいし、こっちにいってもいいし、ね、どっちでもいい。下やるならこっち、ね、このままこの流れを組んでいくと、こっちでもどっちでもいい。ワン、ツー、シー、フォー、ワン、ツー、シー、フォー、ワン、ツー、ツー、シー、フォー、ワン、ツー、シー、フォー、ワン、ツー、シー、フォー、ワン、ツー。ね、どっちでもいいです。こんな感じで。で、オクターブだとこういうことをやってもかっこいいよね。うん、ね。なので、こういう遊び入れていくといいと思います。では次、ブリッジ。こうやったね。こうやったね。なのでここでこっちのポジション見ながら、ね、だね。で次ここ見ながら、ここ映るよって感じで見る。だね。ね。こういう感じで見ていくと。で、シングルノートの時は、ってやったけども、オクターブでやる時は、もう全部イーブンで。やった方がこの押す感じがね、プッシュする感じが出て僕は好きなんです。このままタイトにアクセントつけず、アクセントっていうかね、リズムつけずね。なのでこれでやってみてはいかがでしょうか。はい、という感じでまた最後の A では、次また A 同じだね。ね、こんな感じで遊び入れてもいいと思います。という感じで遊んでみてもいいと思います。では、最後のブリッジ。であるね。で、ここ。2弦以降ね、下の音が行ってしまうとないので、その時は上のパターン見ていきます。僕はね、でここまではいいわね。この次ここ来るので、もう上で行けないので、こっちで弾くと。でその時に大事なのは上のポジションも知っていくことですね。もう下見れないので、ここで上で切り替える。なので、ここ切り替えるよ。うん。という感じで見ていきます。で、この時に、といくともったいないので、ここは色っぽく、と半音しながらアプローチしてあげる。やるとかっこいいではないでしょうか。で基本的にオクターブの時はもう小細工せず、堂々とまっすぐね、横綱相撲のようにタン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 と、ね、とかやらず、もう
げるとかっこいいんじゃないでしょうか。はい、ということでグリーンドルフィンのオクターブのメロディー、こんな感じでできましたね。で、グリーンドルフィン、オクターブとリハも組み合わせるとすごいかっこいいメロディーになるので、こちらはまた次回ね、ゆっくりやっていきたいと思います。はい、ということで今日は以上になります。こんな感じで楽しく練習してやって楽しいダイジダライフを一緒に送っていきましょう。で、今日の動画いいねと思った方はぜひぜひいいねボタンやコメント欄に何か書いていただけると励みになります。で、特になんとも思わなかったよって方がいましたら、爪楊枝とだけでもコメント欄書いていただければのことで幸いでございます。ということで最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回もお会いしましょう。バイバイ。